じゃあ、行きますか。LM エグゼクティブラウンジでございます。今回はこれでお迎えに上がろうと思います。これでお迎えに上がれるんだよな。これでお迎え用の車を取りに行きます。お邪魔します。ああ。最新すぎて使い方が、あ、ついた。すげえ、どうよ、これ。なんで2名いるんだ。それぞれ変えれるんやね。机がついてます。まあ、エグゼクティブラウンジにはついてます。アルファードとかについてます。これ仕事しながら行けるんでしょうね。上げれるんです。わかった。上げて、こうやって、見えなくできるんですよね。前の人から後ろが見えなくなる。不定なことができます。どうですか？誰が使うんこれ。しかもこれロックがかかる。前からは開けれんくなる。寂しいやろ。寂しいですね。ちょっとファミリーカーには向いてない。昭和の車が大好きな、八丸ガレージインパクト、香川直也です。はい。ということで、ハイエースに乗り換えました。こちらですね。後ろがこのように、三人ちゃんと乗れます。ですね。エグゼクティブ系は吉原氏なんですよ。私のあの LX も含め。4人乗りなんで、撮影の助手を積むと後ろに2名しか乗れない。で、もうハイエース。こちらでね、お迎えに上がろうとか。貨物車なんて本当申し訳ないんですけど、これしかなくて。こちら。そうです。ロケバスと思っていただける。一応快適装備はつけてるんですよ。なんかこう、フリップダウンモニター。使い方よくわかりませんけど。ついてます。まだ会ったことないんですよ。電話とメールでしかやり取りしてないんですけど。はい。なんかこう、ずっと、オニクラが相当作ったよ。水の車にしていただけるということで。ご家族でも気になってます。観光ついでに。だからですか？そうそうそう。まあ、観光地は別府ですからね、お隣の。楽しいよ。子供から大人まで遊べますし。まあ、うちに行っていただいたら、楽天地のタダ券いつでもあげます。はい、楽天地、もう、半分僕のものみたいな。ありがとうございます。あ、これは。これ限定なんです。栗が限定。限定です。生八橋。ひしりさん。へえ。いろいろあるんですよね、これ。八橋も、なんかメーカーが。ありがとうございます。ひじりさんって呼ぶんですか？はい。ひじりさん。いただきます。最近もうあんこが大好きなんで。頂戴いたします。頂戴します。すいません。いただきました。では、下回りをですね。はい。見ていっていただこうかなと。まだ現物初めてですから。そうなんですよ。はい。どうぞ、下回り、相当綺麗です。で、ショックも新品です。ショック刺す新品に変えております。はい。はい。変えたものがですね、タイヤ4本。はい。ダウン刺す。と、エンジンオイル、オイルフィルター、はい、クーラント、ブレーキフルード、全部ですね、変えております。あと、デフオイルも変えてます。と、フロントのブレーキパッドも変えております。あ、そうですか。はい。と、ブレーキのホースですね。ホース。これ、あ、これですね。これですね。これも新品に変えてます。はい。はい。変えてますね。左右変えてます。はい。パッドはまあ見えないけど変えてますね。あと、交換部品後ろに置いてますんで。はい、と、プラグ、サーモスタット。あ、サーモスタット。変えてます。サーモスタットのガスケット、当然変えてます。あと、ファンベルトとか、エアコンベルト、ファーストベルト。と、ラジエーターキャップ。変えてます。これ、長谷さん交換部品です。交換部分です。はい。こちらですね。パッド、ベルト類、ブレーキホース、プラグ、ラジエーター、キャップ。これエアコン？これの？そうです。エアコンクリーン、新品まだ真っ白なんですけども、真っ黒。うん、はい。変えてます。これのです。はい。エアークリーナーです。いいですか？50タイヤでよかったですか？全然50、60論争があったんです。あったんですね。あったんですね。感じで
どうですか、これには60と思うんですけどね。これ今、ちなみに今ついてるのが、1956515です。で、この感じ。で、鍋あんは、6015にしたい。僕は55の15にしたい。19555、ほら。これが55よ、55。あー。60ってなってない？この辺で鍋さん。205、60。60。あー。もっこりするんだよ、60。60でちょうど1本入るか入らんかぐらいがちょうどいいです。作業したくねえやん。したい。したい。また間が空いたら、また切れちまれるんで。いらないよ。金。3日間のコメントの55か60か。60で。数で。数。で、決めます。大丈夫。ぶったたかれましたけど、また。ゴーバルでよかったですか。よかったです。ありがとうございます。分かっていただいて。で、もう後ろがですね、ロングハブに打ち替えて、1センチのスペーサーかましております。はい。はい。綺麗でしょ、このオイル。素晴らしい。メッキではないんですけど、うんうんうん、ちょっとこう、リバレル加工で、もう錆びづらい加工になっております。これ、スポークが外側だと内側だとあるんですよね。そう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 。これの方がいいんですよ。お好みなんです。これ、ああ、ありがとうございます。お好みのスポーク。そうなんです。また、喜びますよ、前のオーナー様が、そこまで行ってくれる。はい。こういった感じでございます。ありがとうございます。よろしいですか？はい。良ければ、下げます。下げて、じゃあ前に置いてもらいましょう。めちゃくちゃ綺麗やね。めちゃくちゃ綺麗です。オイルモデ一切なし。なしっすね。はい。そう。あらっす。我々が収めた車は止めませんから。はい。ねえ、なべ。エアコンが止まっても車は止めませんから、ね。かエアコン。エアコンはですね、止まりますから。これはもう消耗品です。うん、全然、ええバランスっすね。いいですね。もう何回も切りましたからね。鍋が。じゃあ、試乗行かれますか。はい。ね。ビカビカじゃないですか。ビカビカです。え、なんでこんな綺麗なんですか。渡辺が磨いたんです。鍋さんが徹夜で磨いてました。ありがとうございます。くすみとか全然なくて、真っ白になりました。はい。矢に一つない。ダッシュボードの皿じゃないですか。はい。綺麗です。なんか専用のマットがあれば敷いた方がいいかもしれない。あ、そうですか。バレ防止。ああ、今後ね。はい。はい。グリル新品に交換します。ありがとうございます。新車じゃないですか。新車です。飛び石もないっすね。飛び石もほぼないです。どうぞ。一つ気をつけていただきたいのが、はい、この、これがですね、あんまりするとスポンって抜けるんですよ。あ、ゆっくり、ゆっくりしないです。なるほど。はい。あ、ここが、なんか中がもうそういうもので、なんかあまり使うものではないんです。そうですね。後ろのシートをこう、戻すのに、そういうのが、はい、チャイルドシートを入れたままになると思うんで。はい。もう、へこんだままで。はい。で、今はへこんでる状態ですか？今はもう前まで来てる状態なので。あ、申し上げてくれはるやん。はい。すみません。あと、固定は後でお願いします。はい。よし。じゃあ、ちょっと試乗に行きましょう。はい。お願いします。お願いします。かっこいい。うわ。よし。これだ。あ、エアコンもよう効いております。うわ。R12 ってめちゃくちゃ効くんですよね。効きます。うわ。どうですか。これですよ。ああ、ありがとうございます。ですよ、行っていいんですよ。行っていいです。かすかに奥の方から香るこのタバコの香りがですね。かすかに。はあ。じゃあ行きます。はい、どうぞ。うん。全然わかんないです。はい。まあ、50なんで多少コツコツ感は出てますけどね。でも全然静かに。静かに。程よい車高で。
奥様結構年の差ってことじゃないですか。そうなんですよ。あ、気づかれました。いや、なんか若いですよ、かなり。ね、ちょっとじゃなくて結構違いますね。ええ、ちょうど3回り3回り、はい、ちょうど3回りなんですよね。3回りってこと36下。そうです。うわ、すげえ、加トちゃんみたいなんですか。まあ、あそこには叶いませんけどね。すごい。これ言っちゃっていいんですか。あ、全然大丈夫。大丈夫ですか。全然大丈夫。3回り下をゲットするコツは何なんですか。コツですか。どうでしょう、旧車に洗脳さす。あ、洗脳させたんですか。もう80年代って最高じゃないですか。そうですね。あ、そっか、80年代の魅力を伝えていったんですね。そうなんですよ。そうすると3回り下が、はい、30。エトがじゃあ一緒なんですか。一緒のエトです。22です。22。孫ぐらい。もう余裕で孫です。余裕で孫です。なるほど、はい、かわいいのがかわいいの産んじゃったって感じですね。ですね。まだ欲しく見てますから。頑張ってくださいよ。もう私はもう隠居という文字をほかしました。あ、なるほど。はい、もう生涯現役で、生涯現役で、もうこいつと一緒にね、次の車も手に入れたことです。そうなんですよ。これだけ動くようですからね。もう一つ財産に近い感じですね。そして彼がね、免許取る頃に、はい、こういろんな話題が飛び交うじゃないですか。で、クラウンの話題になった時も、はい、いいですね。はい。その時自分の思い出の動画を見ながら、うちにこの車あるでと、いう会話をしていただけたら嬉しいですよ ね、 いいですね。ありがとうございます。しっかり作らさせていただきます。これ変速のショックは全然ないんですよ。ミショールこのままですもんね。はい、四速オートマのくせに、ねくせに伝わりけど、ね、はい、でエアコンもよく効くし。なんでこんな効くんですか。不思議ですね。さすがクラウド8万キロ台ですから、ね、手入れがよっぽどいいんです。燃料も満タンじゃないですか。当たり前じゃないですか。ありがとうございます。漏れの確認をしないといけないからですね。あ、そうですね。で、最初に入れたとかいう、なんかそんな、あれはありましたね。はい、なるほど、ね。この辺もペラペラしてるんですけど、全然あれですね。大丈夫。まあまあゴツゴツしてるんですけど、ぎょっと踏み込んだ時にブレーキを。はい。わーっともなりませんよね。そうですね。ならないですね。ね、とても、快適です。快適ですわ。これですわ。これですわ。いろいろ探されたんですか？常に、いろんなもう見られるものは全て見ながら、おうおう、車屋さんにも声をかけながら。最近またちょこちょこありますよね。オニクラなんか他のカーセンサーとかやつですね。黒も出てきたりとかはしてたんですけどね。これ白煙も出てないですよね。出てないです。はい。このエンジン結構白煙は定番なんですけどね。うん。トヨタ系のですね。うん。それはこれですよ。最高ですよ。ロイサルといえばこれなんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。今ロイサルって言わないじゃないですか。あ、そうですね。ね。はい。もうロイサルはこれなんです。ロイサルって言うんですね。ロイサルなんです。これロイサルはこれなんですよ。この色ですね、内装の。そうなんですよ。この柄なんですよ。白、あ、白で良かったんですか？全然。ああ。内装が青が。ああ、そうないですね。よいしょ。切っといていいですか？はい、切っといて大丈夫です。はい。ちょっとじゃあ、チャイルドシートを固定だけ。そうですね。お願いできますか？はい。で、ここに交換した部品が、グリル、元々のグリルですね。はい。と、サス。はあ、はあ、純正のシャフ。はい。と、これは全然もう合わないんですけど。なるほど。養生用のシート。これ多分13用かなんかです。う、は、ん、い。で、純正ハンドル。あ、と、予備のパッキン類。なるほど。前のオーナーさんが持ってた。と、ありがとうございます。純正のホイールキャップ。あ、で、ホイールはもう、いろいろ乗せると危ないんで、着払いで送ります。あ、着払いで、元払いで。あ、そうです。うちの払いで送ります。すいません。はい。純正ホイールが綺麗なのが4本あるんで。ありがとうございます。異様に綺麗なマットですけど。いや、ほんまに。あの手くれはったんですか？
うわ、すべて。あ、そうなんですか。はい、いや、めちゃめちゃ綺麗やないですか。はい、ありがとうございます。あ、すいません、あの、前のオーナーからの贈り物で、アローナイツ全曲集。エンタメがあった方がいい。はい。これもついてるんですか。あ、これついてます。知ってます？え？アローナイツってご存知ですか？いや、全然知りません。知らないですよね、ええ。私はちょっと存じ上げないんですけど。私も知りません。クラウンチタアローナイツやろうぐらいの勢いでいただいた。いや、それはちょっと。これ載せときます。よかった。思いを伝えることができました。アローナイツ。はい。記念撮影なんで。よいしょ。撮影の時だけ奥さん、じゃあ、マスク外す。大丈夫です。うん、ちゃんとモザイクかけますんで。はい、うわぁ、今日天気がいいけど、相当いい。はい、行きまーす。はい、チーズ。よし。もう一枚。行きます。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろと。行きまーす、はい。はい、チーズ。もう一枚行きまーす。はい。チーズ。ありがとうございます。ナメさんも行きましょう。ナメさんどうぞ。取れます。はいはいはい。ああ、もうナメさん来た。炊き出した。ああ、もうナメさん、ナメさん来た。炊き出した。はい、ナメさん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 。ありがとうございます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 。最終エアコンチェックを。リアも聞いてます。ちょっと念のためうちわ持ってきますんで。じゃーん。念のためのうちわ。はい。じゃあこれ万が一の時、はい、エアコンが止まった時のために。ありがとうございます。はい。安全運転で。はい。踏み込まないようにお願いします。結構踏むよ。ボーンって。ちょっと信号変わるまでお待ちしましょう。 OK です。一番手前の車線どうぞ。ありがとうございます。どうもありがとうございました。いやー、いいね。ありがとうございました。落ち着きましたね。1個お疲れ様です。1個落ち着きます。はい、ありがとうございます。いやー、いい納車やった。やっぱ、こう、顔出し OK の方、いいね。助かるね。58? 奥さん22。58歳。はい！というところで、滋賀なんですけど、生まれが京都ということで、京都のお土産をいただきました。ひじりさん。じゃーん。いただきます。うん、最初の残るツンというのがとてもうまい。目はペロリア。1,2,3 大丈夫大丈夫、みんなの分ある。おいしい。周りがいい。最高やな、これ。はい。ひじりさんの生やつらし。うまいんだ。はい。ごちそうさまでした。納車おめでとうございます。今日のうまいインパクトは、夏何度も来るこちら。冷麺温麺ほうかさんでございます。でね、冷麺の第冷激辛、はい、それと、はい、おにぎり、はい、キムチと梅があります。梅で、はい、あ、ごめんなさい、薬膳冷麺やった。あ、はい、
台はじゃあ薬膳にチャーシューも乗せているんですか。はい、なくなってそのレシピをここの今のオーダーが受け継いで、要は絶飯、前のお母さんの好き嫌いが激しくて女性に厳しかった。ご主人が同じ亭主がね、で男性のこう優しい常連さんにはありがとうございます。何回か生きよったらこう笑顔をくれ出す。お願い、高価では注文いただいてから心を込めてお作りしております。そのため多少お時間がかかる場合がございます。1時からのお客様、はい、はい、そうなんです。激激です。本麺中のチャーシュー像も、はい、いただきます。これが激激かな、これがもうハートになっちゃった。見てよ、ハート。これが薬膳です。これ、なんか黒い納豆みたいな。とにかく最初に混ぜる。朝からこれやった、頭の中。朝ごはん食いながらこの気分。朝ごはん食べながら、昼これ食べようって思いながら朝ごはん食べる。いただきます。おいしい。どう、おんめん。おいしい、やっぱりおんめん好きです。おんめん好き。おいしい。あ、うまっ。このチャーシューおいしいですね。チャーシュー麺よ。こんなもレシピがあったんやろうね。まっ。はい。好みみたい。喉詰まっちゃった。これが薬膳です。今日の年の差夫婦はちょっと。びっくりやったな。びっくりしましたね。22歳の奥さん、今がいつ結婚したねんち。つかまあ奥さんはいいとして、奥さんのご両親より上やろうけんの。おいしい。ああ、なんで喉に詰まるんやろ。こんなにツルツルしてるのに。カレー、おいしい。汗出てきた。カレー、イカラとなんでこんなに違うんや。あら、隠れチャーシュー、こっち隠しチャーシュー。うん、鼻水が出だしたぜ、ついに。
マンネーズで焼くぜ。わかるかな、この旨味。うん、汗かいた。うわー、食った。はい。はい。ごちそうさまでした。高岡さんの冷麺。バイバイ。ごちそうさまでした。